あなたが知らない Windows タブレット PC の魅力。実はですね、5万円前後で手に入るこの13インチタブレット PC がデジタルの無限の可能性を実現したわけですね。はい、ということで皆さんこんにちは。本日も投稿の日ありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、こちら TUI のハイテンマックス N150 という 12.96 インチのディスプレイを持つ Windows タブレット PC です。こちら TUI さんからレビューに送っていただきました。詳細は概要欄に書いておきますのでチェックしてみてください。ということで行ってみましょう。今回ご紹介するのはですね、ハイテンマックス N150 本体と、それがキーボードとペンですね。このセットになります。まずは外観チェックです。メタルユニボディデザインというね、割としっかりした作りになっているわけです。9.3 ミリの厚さ、そして780グラムという重さですね。で、全体として見ると、第一印象は、画面がめちゃくちゃ綺麗ということです。スイッチ類やね、ポート類を確認しておきましょう。本体の左側には USB-C ポートが2つとマイクロ HDMI ポート。そして本体の上には電源スイッチと音量ボタン、それから冷却用のね、穴が見えますね。で、本体の右には USB-A のポートが1つあるわけです。で、このね、インテル N150 プロセッサーを搭載した、この Windows タブレットのね、ハイテンマックス N150 か、はですね、この4コア4スレッドの 6W 消費電力というね、かなり、こうなんだろう、ローパワーで動くんだけど、4K 動画も快適、必要十分を極めた賢いチップだということなんですよね。で、この CPU 内蔵の GPU はですね、結構ゲームにも役立つようで、軽めのものだったらいける感じでしょうか。ちょっとね、ベンチマークは後ほど紹介します。で、これ、まあ、実売価格が5万円前後なんですけど、このスペックでこの価格っていう、このコスパの高さっていうのが際立つ一台なんじゃないかと思うわけですね。で、まあ、いろんなタブレットとかあるわけですけど、なんで Windows タブレットなのかっていうところがあると思うんですけど、この Windows タブレットの魅力っていうのは何と言っても、まあ、自由度の高さというかですね、このデスクトップのアプリケーションがそのまま使えるということになるんじゃないでしょうか。このいつもの PC 環境がそのまま持ち運べますよというのがあると思います。タブレットモードだとタッチ搭載なので、まあ、直感的にね、指で操作できますし、まあ、デスクトップモードだとキーボードとかね、マウスで操作ができるっていうことがいいなと思いますね。で、メモリーは 12GB で、ストレージがね、512GB ということですね。で、基本スペックは、まあ必要にして十分じゃないかなと思います。で、インテル N150CPU のメモリー上限は実は 16GB なんですよね。で、これ 12GB から足すことはできません。まあできればね、上限いっぱい 16GB 積んで欲しかったところではありますけども、まあこの辺はね、コストとのバランスの問題もあるのかなというふうに思いますね。で、本体カバーとキーボードについてもチェックしておきましょう。本体カバーの表面は合成皮革っぽい感じなんですよね。で、キーボードの表面は裏肝っぽい、まあ、スウェードのような感じになっています。で、本体カバーはね、磁石で本体とくっつくわけです。で、本体とくっつく方はね、スウェードのような感じになっているわけです。で、逆に、まあ、キーボードの表面はスウェード調で、キーボード側が合成皮革っぽくなっているわけですね。まあ、本体カバーはね、角度調整ができるようになっています。無段階式になっているんですけども、実用的な角度調整かなと思いますね。まあ、一方で、この方式の角度調整の場合は、膝の上に置いて使う、いわゆるラップトップとして使うことができないんですよね。まあ、あくまでもデスクの上だったり、ちょっとカフェで使うような感じを想定するんだと思います。キーボードについてもチェックしていきましょう。こちらね、パンタグラフ式の 75% コンパクトの、これ英語配列になっていますね。で、まあ、もしね、日本語配列がいいよという場合は、日本語配列の別に自分の好きなものを持ってきて、Bluetooth 接続で使うってこともできると思います。で、このキーボードとの接続はですね、無線ではなくて、この電子接点式でつながるっていうのが、個人的にはいいなと思いました。まあ、なぜかというと、Bluetooth 方式だとね、別途キーボードを充電しておかなきゃいけないっていう点がちょっとめんどくさいなと思うわけですね。で、一方で、まあ、このキーボードの配置が固定されちゃうのが、
まあ難点といえば難点ですけども、まあこういったね、タブレット方式であれば一般的な配置方法なのかなというふうに思いますね。それからこのキーボードの下にはね、トラックパッドもついてますので、まあこれ一つつなげるだけでキーボードもそれからマウス操作もできるというのがすごく便利だと思います。で、この画面なんですけど、まあタブレット PC としてはこの 12.96 インチは大画面なんじゃないかなと思うわけですね。まあ一般的な10インチタブレット PC と比べると約 1.7 倍の表示領域を持っていて、解像度にすると 2880×1920 っていう、まあ、約 3K の解像度なんですよね。これがかなり綺麗です。文字も見やすい。で、400ニットの明るさと、ゴリラガラスの耐久性で発色も良くてね、すごくね、これ綺麗じゃないですか。これちょっと斜めにしてみようか。ほら、斜めにしてもちゃんと映るでしょ。ね。この視野角も結構あるわけですよね。でそれからですね、これアスペクト比が3対2という感じで、一般的な16対9のワイド画面よりも縦に長い感じになっているので、ドキュメント関係なんかもね、割と見やすかったりするのかなと思います。それから黒もキリッと引き締まっている感じで、とてもね、綺麗だと思いますね。まあ一方、これ見たらわかると思うんですけど、これ結構反射があるので、光の映り込みとかはあるかなという気はしますね。端子についてもおさらいしておきましょう。2つの USB-C ポート、両方ともですね、USB-C の、まあ、モニター出力に対応しているので、まあ、例えば、ディスプレイにあるね、USB ケーブル、USB ポートにつないでも、そのまま外部モニターにね、出力することができるわけです。これはね、めちゃくちゃ便利ですね。そして、マイクロ HDMI ポートを使うことで、外部モニターにも出力可能なわけですね。まあ、この端子、普通の人には馴染み薄いかもしれませんけども、まあ、カメラなんかのデバイスにあることが多いかなと思いますね。で、実際にはですね、これ、デュアル 4K サポートということなので、最大2台の外部モニターに 4K ディスプレイを表示するということができるということも結構なパワーを持っているんじゃないかなと思いますね。まあ、HDMI ポートについて言えば、できれば普通のサイズのやつを搭載してくれた方が、まあ、汎用性は高かったのかなと思いますね。で、ここでベンチマーク結果を共有しておきましょう。FF15 とね、シネベンチ R23 で撮っております。まあ、正直ですけど、FF に関して言うと、まあ、厳しいかな。まあ、ゲームにならないと思います。結構 3D ガンガンのものだと、厳しいのかなと思いますね。で、一方、2D っていうの？まあ、立体っていうか、まあ、2D だと、2D のゲームだったら、結構実用的に使えるんじゃないかなと思いました。ドラゴンクエストの15、結構古いね、の、2D モードだったら普通に遊べることは確認できています。うん。まあ、それかブラウザゲームとかあったらね、遊べるのかなと思いますね。軽めのゲームだったら内蔵グラフィックでも、まあ、ゲームできちゃうという、そんな感じですね。で、それからまあタブレットなので、まあ動画なんかも見ることあると思うんですけど、重要になってくるのはスピーカーかなと思います。まあ音はですね、ちょっと聞いてもらいたいんですけども、フラットな感じで、低音については物足りない感じではあるかなと思いますね。さらにね、迫力ある音を楽しみたい場合は、外付けスピーカーだったり、ヘッドホンとかっていうのを用意されたらいいんじゃないですかね。で、まあ何よりもね、まあタブレットなわけですよ。なので、まあペンを使うことで直感的に書くことができるわけですね。で、このペンですね。このペンは、電池式になってるんですよ。単4電池がここに入っているんですけども、結構重さも適度にあって書きやすいかなとは思いますね。うん。で、僕の利用方法としてはね、タブレット PC を使ったまあ、ジャーナルっていうか、日記みたいな感じのに使っているわけです。で、いわゆるね、バレットジャーナルだったり、アナログ的に気になることをまとめたり、好きなことを書いたりみたいなことをちょっとしてみました。で、一日の始まりとかね、終わりに気になるトピックについて簡単にまとめたり、それからイラストを書いてみたりということですね。で、バレットジャーナルについては、まあ、やり始めたばっかりの感じではあるんですけども、マイクロソフトのワンノートとエクセルを使ってやってます。で、マンスリーのテンプレートを Excel で作っておいて、
それをワンノートに貼り付けるという感じですね。まあ、手書きでも入力できるし、テキストベースでも書くことができるのがいい感じだなと思っています。まあ、それから同じくね、マイクロソフトのジャーナルっていうアプリも使ってみました。で、このアプリはですね、手書きに特化しているんですけども、このジャーナル内にね、写真もこれ添付っていうか貼り付けできるんですよね。で、この2位のハイテンマックス N150 はですね、カメラもついていますので、まあその日の出来事をね、視覚的に記録できるわけです。まあ写真撮って、そこに手書きでメモを書いたりとかってこともできちゃうわけですね。で、まあ、このね、デジタルでこの手で書く作業っていうのがなかなかに楽しいんですよね。まあ写真と手書き、それからテキストベース。まあこの3つが、まあ同居できるので、この日々のちょっとした考え事をしたい時なんかに、こうね、手書きで書いたりっていうことができるのがすごくね、思考の整理ができていいと思いました。で、気になるところもあるのでシェアしておきましょう。まあちょっとね、熱持ちますね。まあペンで手書きしてる時とか、それからゲームやってたりすると、まあ、ちょっとね、ほんのり暖かくなってくる感じでございますね。まあ、この辺はどうしてもね、しょうがないのかなっていう気はしますが、これから夏になってきますんで、その辺ちょっと気を使いたいところですね。それからバッテリーでの駆動時間が、メーカーに聞いたらね、だいたい5時間ぐらいだってことだったんですけども、まあ、普通に使ったら2から3時間ぐらいじゃないかなというふうに考えた方がいいかもしれません。で、付属のこの AC 給電がですね、これ 36W なんですよね。まあ、36W って結構かなり軽いっていうか、まあ少ないですよね。なので、例えばこういったモバイルバッテリーを一緒に持っていけば、充電しながら使えるので、まあ実質ね、稼働時間、駆動時間が伸びるっていうふうになるので、まあ外でね、長く使うってことを考えた場合は、モバイルバッテリー持っていくと、よりね、安心して長く使えるのかなというふうに思いました。それからね、画面なんですけど、めちゃくちゃ綺麗なんだけど、このやっぱり指紋がつきやすいので、こう指でタッチしたい場合は、まあ、頻繁にね、拭いてあげた方が綺麗に使えるかなという感じはしますね。で、日々の作業やタスクで手書きしたい人、それから、指操作したいとね、それから、まあ、手頃な価格の Windows タブレット PC 探している人は、とにかくこれ画面綺麗だし、N150 ね、のプロセッサーも結構パワーがあるので、なかなかいい候補になるんじゃないかと思います。ということで価格チェックなんですけど、公式サイトで見ていますが、この撮影している時点だと、本体価格が 55,900 円なんだけど、54,100 円になってました。で、Amazon で今見たら5万円切ってます。で、本体プラスキーボードだと、69,000 円が、今見てる時点だと 58,100 円ね。だから、本体プラスペンが 58,900 円が 57,100 円になってて、で、本体キーボードペンのセットだと 62,900 円になってたけど、これが 61,100 円になってました。まあ、この辺はね、多分見るタイミングでちょっと価格が変わるので、気になる方はね、概要欄にリンク貼っておくんでチェックしてみてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。さよなら。